はようございます。釣り子 TV です。いよいよこれ待ちに待った。メガバスのメガドッグ180。これがね、釣り具屋さんに並んでましたよ。いやー、これはね、いつ出るのかと。ねえ。もうまさに今のタイミングで使いたいルアーなんで、あーどうかなーなんて思ったんですけども、早速ね一つ買うことができました。やはりね兄貴分の220と比べるとね、だいぶねもうパッケージもコンパクトだし、あとはもう見た感じもねちょうどいいって感じのね、そんなサイズ感のルアーなんじゃないかなということで、早速ね開封していきたいと思います。そうですね、まあ、パッケージはねこんな感じでね、ございまして、じゃあ、ね、早速どんな感じか開けていきたいと思います。よいしょ。あー程よい程よいねえ、もうとにかくいやーちょっとね程よい感じだなーっていうね、そんな感じですね。あー大きすぎもせず、小さすぎもせずっていうことで、まず顔周りから見ていくと、もうねメガバスなんでこの面構えですよね。あーいい感じですね。正面から見たらこんな感じで、お腹の方はねこういう感じでシェイプされていて、こんな感じですね。あで、まあ、ちょっとね、初めて見てみてですけど、まあ、この大きさなんですけど、しっかりねここが全部水ベルになってますね。うん、ここがくるくる回るから、まあシーバス釣りなんかだとですね、シーバスの強力なエラ洗いですね、うん、水面でバシャ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 やって逃げようとするんですけど、そんな時もうねこうね、ここは回転することによって、バラしづらい。これはね、大きなサイズのメガドッグで使ってても、ああ、よっ、バレないねっていうね、感触はあるんで、それがね、しっかりと継承されているかなというところと、ね、あとはまあ、なんだろう、何にしてもやっぱこの180っていう、なんだろう、この大きさですよね。これがね絶妙だなっていうのも、今年結構ねシーバス釣りも出ていて、でこの白パターンなんかもねやっているんですけども、若干今年ねバカでかいサイズのルアーが、釣りづらいんですよね。でアマゾンペンシルなんかの、160っていうね、そういったサイズ感のねルアーが非常にね釣りやすいなって感じていて、まあ、この城だけに依存しているんでなくて、例えばイナッコなんかも一緒に食ってるんじゃないかな、もしくはこの城はいないけどイナッコがメインベイトで食われてるんじゃないかな、そんなね、状況で、うーん、なんだろう、メガドッグの大きなサイズも釣れるんですけども、どちらかっていうとねその16センチ台とかそういった感じのルアーがね優勢だななんていう感じるタイミングが今年は非常に多くて、そういった時に220とか、まあ、20センチを超えたサイズのルアーってね途端に食わなくなるんですよね。もうちょっと小さければ出るのにな、まあ一緒に投げていて横で例えばそういうアマペンサイズとか投げてる人にはもうねひたすらヒットが続いて、でその横でねメガドッグとかそのヒュージペンシルであるとか、20センチを超えるようなルアーを投げていると、まあたまに出るんだけどどうにもね、釣れないなね、そんな瞬間がね結構今年は多くて、そういった時にこの180ってサイズね絶対ちょうどいいよなってね、これ登場は結構前からね予告されてましたからね、180ってサイズ感があればな投げてみたいななんていうね、感じる時がねよくあったんですよね。そこでこのね180ですよね。ここからねこの白シーズンの終盤に向けてちょっとね投げ込んでみたいなぁなんていうことでね、そういう風に考えております。じゃあねその兄貴分の220とね比べてみたらどうなのか、ちょっとねせっかくなんで同じようなカラーね持ってるんで、はいね、これも結構投げてね固めなくなっちゃったりしてるんですけど、こんな感じ
ね。あ、やっぱこうしてみると220ってでっかいですね。うん、このなんだろう、ボリューム感が全然違うんで、まあこれだからこそっていうタイミングがやっぱりいっぱいあってね、間違いないなっていうところなんですけど、こうしてね重ねてみてもね、だいぶこれお尻の方で合わせてますけどね、だいぶ違いますね。この頭周りなんかもこの感じですよね。うん、随分、あ、でレッドヘッドって言ってもこう微妙にやっぱね、ちょっとこれクラシカルなね感じの白だなと思ったんですけど、こっちはパールっぽい感じのね、白で、うーん、メガバスだからさすがちょっとしたレッドヘッドって言っても、ね、だいぶ塗り方とか、使う色とかね、まあ、背中にこういう網が入ってるのとか一緒なんですけども、微妙に違う、ここら辺がね、やっぱ所有欲をくすぐりますね。どうだろう、分かりやすい持ち方はどうだろうね、こんな感じね。うん、で背中の方で見るとこんな感じ。いやー、ちょうどいいですね。やっぱりどう見てもちょうどいいですね。これね、ブラックバスなんかでも使えちゃいそうなね、サイズ感ですね。で、こんな感じですね。はい。で、どんなタックルでね、こういったルアー使うのがね、具合いいかっていうことで、まあ、今年に関してはね、こうもうね、こういう釣り好きなんで、こう、自分で作っちゃったんですよね。グリップエンド長めで、このね、ブランクス部分がね、比較的短いんですよ。これ、全部でね、6フィートぐらいの竿なんですけど、富士のチタントルザイトガイドをね、配列して、ほんでもってね、一日中振り続けても疲れないように、比較的ね軽め丈夫めなブランクスで作っていて、でまあ P ライン4号とかで一日中こう手元にねシャッシャってね振り下ろしても疲れないね、こういった竿がね使いやすいんじゃないかなと思います。こういうねマグナムサイズのペンシルとかにね合わせていろんなメーカーからね、出てますんで、最近だと天竜のベイブレイズシリーズなんかがね新しくなって6フィートで、重めのペンシルまで放れるようなんていうね、そういった番手のやつなんかもあるんですけども、まあ、自分なんかはちょっとね疲れにくいような感じの竿を、まあ、自分でちょっと巻いて使ってみたり、しております。まあ短め強めのビッグベイトロッドみたいな感じので、使うと1日疲れずにね投げれるよっていうね、こういった感じではないでしょうか。まあ今年に関しては本当にね、こういうねルアーね、いろんなメーカーから出てますんでね、気になったのはねどんどん買い足していこうと思うんですけども、ヒュージペンシルなんかもね無事に買うことができて、あとはこのメガドックの180いつ出るんだろう、いつ出るんだろうってね、楽しみにしていたらついにね手に入れることができたんで、あとはね実際に海の方に持って行って、そのなんだろうな、こういう大きめのベイトを追ってる時にね、どんどん投げ込んでみたいと思います。で、こういったね巨大ペンシルベイトの出しどころについてなんですけども、自分なんかね東京湾の横に住んでいるので、東京湾だとですねこの時期この城パターンって言ってですね、巨大なこの城を変色するね、そういったタイミングがあるんですね。まあ例えばバチ抜けのシーズンはひょろひょろと泳いでいる魚介類をね変色していて、でイワシについたぞなんていう時はね、小型めの80であるとかああいったミノシェイプのものが大活躍したりして、で今の時期はこの城ですね、もうほんとこれぐらいの大きさの餌なんですよね。だから小さなルアーを投げて狙うよりも、こういったその実際に捕食されている餌と似たような、まあこういった180サイズであるとか、こういった220サイズとかね、こういった巨大なものが非常にね効くっていう、そういう瞬間があるんですね。そんな時にこれを水面でビターンビターンとやることによって、まあ水中にあるのより何ですかね、こう何があるんだろうって見えづらいんですかね、日中の時間帯、自分なんか夜なんかもやりますけども、
こういう大きめなシルエットでもね、果敢にね、ビッグバイトが出るんですよね。で、そういった大きな餌を捕食するシーバスっていうのはね、結構得てしてね、まあ、フッコサイズもいるんですけども、ランカーサイズなんかが比較的騙しやすい。ね。この手の釣りが始まった頃に比べるとね、若干その超巨大なやつとかはね、釣れづらくはなってきているんですけども、それでもやっぱりトップウォーターで瞬間的に騙される魚っていうのは、非常に大きなサイズのね、あとはもう餌をたらふく食っているですね、お腹がもうパンパンにね、餌で埋まっているですね、コンディションのいいスズキが狙うことができちゃうっていうことで、そういったのを狙いすましてね、釣る時なんかにこの手のね、巨大ペンシルベイトっていうのは大活躍するわけなんでございます。はい、じゃあね、あとね、この裏の方に、説明書きが書いてあるんで、180の裏側はどうかなってちょっと見ていきたいと思いますね。まずですね、メガドック180、大きさはまあ180っていうだけあって 180mm で、ウェイトは、72g でございます。ターゲットを水面捕食者に変えるっていうことで、モンスターシーバスをはじめあらゆるビッグフィッシュをフィーディングへ狂わせるミラクルベイト、メガドック180は捕食されるこの城やボラのサイズに応じた戦略的なゲーム展開を可能としています。表層のベイトがプレデターからターゲットとして、選別される要素は何かについて、海洋水産研究施設をはじめ様々な視点から得たメガバスの、独自の研究成果をメガドックシリーズにはふんだんに盛り込んでいます。メガドック180の秘めたるポテンシャリティによって対象魚が拡大することは言うまでもありません。メガドック180はビッグベイト、トップウォーターゲームを、一層手軽でエキサイティングな釣りへと変えていきますということで、ダブル完成バランサーシステムが、搭載されています。アクション視点から適切な距離を保ち、遠心力を発揮してウェイト移動する完成バランサーシステムを2箇所搭載、メガサイズペンシルながら、いかなる条件でも正確なスライドアクションを演出可能ですということで、あとはパワースイベル&ステンレス貫通ワイヤー、フックアイには、追従性の高い、超高強度のパワースイベルを採用、さらに 1.2mm 径の極太ステンレス貫通ワイヤーを一体化させ完全武装、巨大なターゲットの、強烈なヘッドシェイキングによるバラシを、軽減化、たとえボディを破壊されたとしても確実にランディングするためのスペシャルスペックですということで、そんな感じの説明がね、この裏側には書いてあります。はい、というわけでね、開封していろいろと見てきましたけども、実際にね、海に持って行って早くね投げてみてね、そのレスポンスの良さとかを試してみたいなっていうことで、まあね、今年は本当ね、この手のね、巨大ペンシル釣れたり釣れなかったりなんですけど、せっかくね、手に入れたんで、早速東京湾のシーバスね、どんな感じかね、試してみていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣りGO TV はこちら、メガバスから新しく登場したメガドック180、これを開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣りGO TV でした。また会おうぜ。